おい、何か見つけた。ご視聴の皆様、おはようございます。吉高です。私は以前からこの軍用犬のスコアストリークを大変気に入っててですね、この軍用犬との絆を何かテーマに撮影できないかと思って、再びコールオブデューティーゴーストプレイステーション4版にやってきています。まあ、ですがそのようなあの都合のいいことはたびたび起こりませんので、今回はですね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、ダッシュしてません。このランナーズハイの状態をちょっと強制して変な癖をね取りましょうと思ってですね、今回はずっとあの歩きで競歩の状態でマップを回っていきます。もううまいことこの癖が取れればいいんですけどね、ブレブレの M とか。さあ頑張っていけていきます。まあ、ちゃんと目標を前をねちゃんと見て、前をちゃんと見てね、まあ、車の運転もそうです。ちゃんと前を見て、横から出てくる歩行者なんかもねちゃんと気がついてね、やられますからね、さっきみたいに。まあ、歩行者は銃撃してこないですけれども、まあちょっとダッシュをしたくなるのをこらえて、ちゃんと前を目視で確認、周囲を確認、安全を確認ですね。まあ、歩行者だけでなくですね、まあ、自転車で歩いてる方も危ねえ。そうね、こういう風に、ね、横からどんどん来ますからね、自転車置いてますね。よく確認してゆっくり進みましょう。まあ、ゆっくり行ったからって必ずしも安全とは限らないんですけどね。こういう風に道路を横切る方もいらっしゃるので、気をつけて、運転中と戦闘中は気をつけて参りましょうということで、全然気をつけられてないんですけど、まずこの、そうですね、まあ、ゆっくり移動しているおかげで、ま、前は非常に見やすいですね。目の疲れなんかもかなり軽減されるような、まあ、軽減はされてるんですけど、こうとっさに R1 だったか R2 だったか忘れちゃうのはちょっと気をつけなきゃね。とっさにブレーキどこだったか分かりませんでしたみたいな状態だけは避けたいんで、危ねえ。ゆっくり移動しているおかげでマップを見ることがね結構落ち着いてできるな。危ねえ、ナイフ強いな。マップをねゆっくり見ることはできてると思うので、まあ、FPS が大の苦手な私はこんな動画を作っていること自体が異常事態なんですけど、もうその恐ろしい癖をねこのチームデスマッチで強制、危ねえ、後ろまでうまく、こう2人ど優先順位をつけなきゃねいけないんですよ。ああいう瞬間的に判断できなければね、もう戦闘と運転なんかのマルチタスクはどれぐらいこなせるかってことですから、これまた脇から歩行者来るパターンじゃないか。いらっしゃった。そうですね、私運転は結構好きなので、まあ、お仕事柄いろんなものに乗りますからね。そっか、その敵のプレイヤーさんなんかをこう歩行者とかね、そういうものに見立てて考えれば分かりやすいわけか。シューティング苦手な私でも、ああもうちょっとこの辺せっかくなんでカウンターでお客さんお待ちしましょう、ね、いらっしゃいませ。もう店内での、そのような乱闘、危ねえ、次のお客様がいらっしゃいませ。よし、じゃあちょっとハチと一緒にねお客さんお待ちいたしましょう。おいでハチ、ハチ、よし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 、ハチいるな、いらっしゃいませ。オッケー、いい子、いい子だ。オッケー、ハチ、よし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 。あ、壁の向こうにいらっしゃるけど、これは、あ、ちょっと無駄玉になったか、大丈夫か、6発で。殴るか、グーで。あ、やばいやばい、いけ、ハチ、オッケー、ハチ、オッケー、よしよし、あ、ごめんなさい。あ、ちょっと待って、私の。あ、ちょっと私はいいんだけど、あ、ハチ。今回も。今回もまたお前を犠牲にしてしまった。申し訳ない。あの今回 の, あの動画の見せ場が今のがクライマックスです、ほぼ。この後2分ちょいっていうのはですね、あの私 の, あの癖を強制するような、こうもう皆さんイライラするようなダッシュなしのチームデスマッチとなっておりますので、あのご希望、ご期待何かされる方はもう最後までゆっくりしていっていただければ幸いです。結構ね、でもこれたまにいいかもしれないですね。なんかこう、まあ私も大した腕はないんですけど、今日はスランプだなとか、なんかねちょっと疲れてるけどちょっと FPS したいんだよねっていう時は、今日じゃあダッシュなし縛りでいこうかみたいな、
ょっと危険を感じた時だけダッシュしようかみたいな感じで行って、今のは走らなきゃいけなかった、まあ、そういう条件で遊ぶと、これまたちょっとフレッシュな感じでね、新鮮な感じでいいんじゃないかなと今日は新たに発見した次第です。この方法は今後もちょっと自分の練習メニューに入れていきたいですね。ぜひぜひこうやってエイムがちゃんと合うように地道な努力しかないですね、私みたいに FPS が苦手な人間にとってはですね。でですね、今回今これご覧いただいている左の吹き出しの形をしたステッカーですね、これシアファクトリーでデフォルトで入ってる素材なんですけど、結構こう編集に使える素材がですね、まあ、かっこいいのかわいいのといろいろ入ってますし、クリップカーに使えるフェードっていうかトランジションの素材なんかも結構いいのが入ってますので、初めての方でもこれをいい感じに挟んでいくと希望にかなり近いような動画ができるんじゃないかなと思いますので、ちょっとでもご興味のある方はシェアファクトリー自体が無料で配信されてますので、ぜひぜひこれちょっといじって皆さんで面白い動画共有できたら楽しいですよね。楽しみ広がりますしね、まあ、それが基本的な使い方なんですけど、このマッチの1個前に実はもうこれはちょっとぜひいじくりたいと思うような面白いマッチがあってですね、もうこれと同じようにランナーズハイにならない縛りでやってるマッチだったんですけど、特に苦手マップだったんでこの苦手なのを克服しましょうみたいな感じで頑張ってたんですけど、まあね、この 2,3 日急に暑かったですから、シェアボタン押してさあここまで記録だっていうところでいきなりフリーズしてですね、プレイステーション4の方がもうちょっと夏を先取りして夏バテになったような状態になってましたんで、今後はちょっと冷却対策なんかもしな、今後もこのシェアファクトリーでしばらく遊んでいきたいと思いますので、またよろしければこのチャンネル遊びにいらしてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。